ビマン元気ですか？今日はデッドリフトです。OK、 始めましょう。早速始めたいんですけど、今日のデッドリフトはコンベンショナルのデッドリフト、ナロースタンツなんですけど、その理由が、6月の11日にまたコウキさん、前ストリートワークアウト一緒にやったコウキさんとデッドリフトコラボやります。そのコラボでは、デッドリフトのワンレップマックスを狙うんですけど、コウキさん、コンベンショナルで挑戦するので、僕もコンベンショナルで挑戦したいと思いまして、ちょっと練習不足なんですけど、で、コウキさんもめちゃくちゃデッドリフト強いです。僕より強いです。でも、僕もコンベンショナルでの PR を、狙ってみたいので、ちょっと1週間半ぐらい前からこのコンベンショナルを強化してます。このコラボをやるって分かったのが、決めたのが1週間半ぐらい前なので、全部で3週間で、どこまでコンベンショナルを強くできるかちょっと正直大変なんですけど、今日も頑張ります。ちょっと僕のコンベンショナルデッドリフトのスタンスをお見せします。まず足奥幅は、狭めだとこれぐらいなんですけど、僕は最近ちょっと肩幅ぐらいに広げます。で、足の奥位置は、始める位置はちょうどバーが足の真ん中に来るところにまず足置きます。これには理由があって、最初からすねをバーに当てちゃうと、形に入ろうとするときにすねがバーを前に押し出しちゃいます。それが一つの理由。もう一つの理由としては、よくこの時点から例えばバーを動かさずに形に入れたとしても、上げ始めたときにバーが前の方に行きがちで、そこから上げちゃうと、無駄な動き、まっすぐな可動域じゃなくて、ちょっと前に出てからの引く感じになるので、無駄な動き、あと背中の丸みとかにもつながるので、バーは最初足の真ん中辺、そしてフォームに形に入ったらちょうどすねが当たるような感じで引けば、うまく上がると思います。2つ目に僕が注意している点は、まず足を正しい位置に置いたら、そこでお尻をちょっとキュッと力入れます。そうするとご覧のようにつま先がちょっと外に向きます。そのお尻をキュッと締めた時の、そのつま先の自然なこの向きが一番デッドリフトに強い位置です。そうやって最初からお尻、ハムストリングに力入れることによって、上げるとき背中だけではなく、お尻、ハムストリングとかカーフももっとうまく使えるので、もっと効率のいい、そして重量の上がるってどういう人になると思います。あと上げ始めるときに膝がこうやって中にこうやって入っちゃうとガタガタガタになっちゃうので、こうやって最初からギュッて締めることによって、もっと効率よく上がります。3つ目のポイント、そして最も気をつけるべきポイントがロックアウトです。ロックアウトでよく見る間違いなんですけど、ちょっとバーベルの方はウェイトを取りました。見やすいように、悪い例はこれ、背中がハイパーエクステンドされちゃってて、それこれは腰に痛みが来やすくなります。わかるかな、このこんな感じで、こうするとお尻とハムストリングから力が、負担が逃げちゃってて、結構腰の方とかやっちゃいます。たくさんの人は背中をなるべくまっすぐに保とうとそればっかり考えちゃって、この背中の絶対に猫背にしないぞっていう意識があまりにも多くて、このままやっちゃいます。で、重量がこうやって重くなってくるとロックアウトできなくなります。ここら辺でこんな感じでロックアウトができないです。で、ヒッチングとかこんな感じで、こんな感じになっちゃいます。正しいやり方は、もう最初からもうお尻ハムストリング力を入れて、このままここら辺までバーが来たら、膝の上までバーが来たら、お尻を突き出すような感じでドン引き締める。
こんな感じ。ここからは引くじゃ、引くではなく、あのもうちょっとお尻、ヒップを使ってお尻を突き出すようなイメージ。こうすると、まあ、腰の負担が少なるし、少なくなるし、もっとあの体全体の、まあ、ポステリアチェーン、後部の方の筋肉も使えるので、あの上げられる重量も、まあ、重量ももっと上がります。それでは本番いきましょう。While you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.4プレートメインセット、メインセットいきましょう。180kg 2セット3レップクリアできました。あのすごく安心です。というのは3日4日ぐらい前に同じの、本当はこの今日 の, あのデッドリフトは3日4日前にもクリアしたはず。でもちょっと前の動画で見たように、結構その1週間ぐらい前からめまいとかして、まあ、無理して試してみたんですけど、その試した日が、まあ、最悪でしたね全然できなかったです。まあ、重量180だと思った重量は本当は190で、なんか重いなと思ったらそれ80に下ろして、またやったら2回しかできなかったとか、まあ、本当にあのデッドリフト、今までやったデッドリフトの日の中で多分一番はひどかったと思います。でもまあそれを乗り越えて今日は結構何事もなくクリアできたので、まあ、安心です。今日の182セット3レップはあのマックスの、まあ、90% の重量を扱った日で、本当だったらもうちょっと徐々に、まあ、あのもっと時間があれば多分セットの組み方とか、まあ、5×5 でやったりとかやるんですけど、3週間しかないということで、ビルドアップを変えてます。結構、まあ、75%、80% ぐらいから、まあ、ビルドアップ、まあ、オーバーリーチの期間、そしてテーパリングする、まあ、結局6月の11日にがピークの日になるように、今はデッドリフトのを組んでます。セットとかレップ数をで、今日が一番重い日になりました。だから今日が一番重い日でした。だから今日クリアできて、はあ、すごく安心です。あと、まあ、デッドリフトは2回もうちょっと軽い重量でちょっと、まあ、やって、そして11日コウキさんとデッドリフトの PR2 人で狙います。皆さん応援よろしくお願いします。動画を楽しみに。
OK、まあ、こんな感じで今日の動画終わりにしたいと思います。最初の方に見せたデッドリフト、まあ、コンベンショナルのテクニックとかそういうのをぜひ皆さん、よければ試してみてください。最後まで動画を見てくれて Thank you very much. Work hard. See results. Thanks for watching. そっか、今からちょっとバイセップとかも筋トレします。まあいいや。 Work hard. See results. Thanks for watching and I'll see you again soon.